葬式仏教とは、本来の仏教のあり方から大きく隔たった、葬式の際にしか必要とされない、現在の形外化した、日本の仏教の姿を揶揄した表現である。この言葉が誰によって始められたかは不明であるが、1963年に出版された、明治大学教授の玉室大将の著書、葬式仏教がきっかけとなって、交換に知られるようになった。 釈尊の早々に関する記述として、次のようなものがあり、葬儀否定論者の根拠ともされる。ああなんだよ。お前たちは修行完成者の遺骨の供養にかかずらうな。どうか、お前たちは、正しい目的のために努力せよ。正しい目的を実行せよ。正しい目的に向かって怠らず、努め、専念しておれ。大発涅反響者川で死に、死後の意外の処置を問われた際に、僧侶は、 意外の供養等を考えず真理の追求に専念すべきだ。供養は在家の信者がしてくれると答えたとされる。ただし、ーだアーナンダはカンカをまだ得ていなかった状況から修行途中の弟子に対しての戒めであり、葬々儀礼そのものに出家者が関わることを禁じたものとは言い難い。また、常盆王初音半行では釈尊が父親である常盆王の葬儀を行ったことや、 また皇帝であるシャーリプトラの遺骨を礼拝したなどの、シャクソン自身が葬送儀礼に関わっていたことを示す記述がある。大発涅槃行では、シャクソンは自身の外場を混流することや、葬儀の方法などをアーナンダに伝えており、その異名によって、在家信者によって、天輪西王の葬儀に準じた形で、在家信者によって執り行われた。 そして重要なダビの天下はマハーカス・サパが行っているとあり、実際は出家者が葬儀に関わっている。また、初期仏教教典にも、釈尊が地域の風習や道徳でソレへの供養を称える箇所があり、先の記述は単純な葬式否定の根拠とは言えない。そもそもバラモン教では、手厚い葬儀を人生の通過儀礼と重視していたので、それに対し仏教教団は、 合思想を背景に仮想、塗装などで簡素に葬儀を行っていた。インドから中国へと伝播し民衆へと協計が行われるうちに、漢民族の道教や儒教に由来する、先祖用の民間信仰と集合した仏教の葬償儀礼が日本に伝わった。例えば遺は、偉いは儒教の葬礼に用いられる漢主が変化されたものだと考えられている。仏教が日本に伝来したのは6世紀半ばの、 アスカ時代のことである。仏教は豪族など上層階級の心を捉え、厚く信仰されるようになった。平安時代の貴族の葬儀は、仏教寺院で行い僧侶が念仏師墓に外場を建てると、大きく仏教的な影響を受けたものになっていた。鎌倉時代には、庶民層にも仏教が広まり、庶民の間にも仏式の葬儀が行われる例が見られるようになる。日本仏教が、 葬式仏教へと向かう大きな転機は江戸幕府が定めた段下制度である。段下制度は民衆はいずれかの寺院を母大寺としてその段下となることを義務づけるものであり、カトリック教会や富士布施派に対して近教令を発布して信徒に対し改修を強制した。それにこうしたキリシタンは隠れキリシタンとなり踏み絵をすることを強いられる。それまでの民衆の葬式は 一般に、村社会が取り行うものであったが、段下制度以降、僧侶による葬式が一般化した。また、段下制度は、寺院に一定の信徒と収入を保障する一方で、多周派の信徒への布教や、新しい寺院の建立を禁止した。これらにより、各寺院は不況の必要をなくし、自らの段下の葬儀や法人を営み、定期的に、伏せ収入を得るばかりの、 変化のない生活に安住する様になっていった。また、明治維新時、大日本帝国政府の国家浸透政策による、神仏分離の推進と、肉食再退があってたるべしという布告により、それまでも、浄土新州以外の州派では、現実的に破壊が状態であったのが、公然と再退が行われるようになっていった。このため、戒律を遵守する僧侶ではなく、再退して、 装飾で生計を立てる者の子女が寺を継ぐという世襲制度が多種派でも一般化している。このことも葬式仏教家へと白車をかけている一因といえる。現代葬式風景2000年代からこのような葬儀や法事に依存した日本の仏教状況を批判する意味で葬式仏教という言葉が使われるようになった。仏教界内部からもこの状況を反省し改めるべきだとする活動が 様々に行われている伝統的な宗派に属する寺院でも不登校の問題や自殺防止などに取り組んだり宗教家の立場で人々の相談に乗ったりする寺院等人々の心の問題に取り組もうとする動きが伝統的な仏教会にも見られているまた葬式仏教的な現状に飽き足らない人々の中には規制の宗派の枠やしきたりを超えた活動や アジアなど世界に仏教を伝播しようと目を向ける人々もいる。また、近年では、過疎化等の進展で、地域だけで葬儀が遂行できないこと、逆に都市化やライフスタイルの変化、葬儀のあり方の多様化等により、葬式仏教すら成り立たない寺院も存在する。二0 1年五月十日、大手流通行異が、浄土新州、浄土州、曹東州、臨済州、天台州、 日蓮宗と、主だった宗派にはすべて対応する、8宗派約600カジと連携しお坊さん、紹介サービスを開始した。2009年9月からすでに、イオンカード会員を対象に、葬儀紹介サービス、イオンのお葬式を展開、すでに、市が商品化されていたにもかかわらず、これまで不透明だった、葬儀費用や伏せ、改名料金の全国統一価格を示すことで、 商品として料金を明確化する姿勢を示した。日本仏教会の反発、編集これに対して全日本仏教会は、第29期事務総長、戸松義春の名で料金表示の削除を求めた。こうした問題の背後にあるのは、直接的には社会構造の変化による人口の流動化で、江戸時代以降続いてきた段下制度の完全な崩壊と、 それに伴う多くの寺院の背金主義的傾向だが、定流にあるのは、日本人の仏教に対する意識の希薄さであることが、改めて示された。全日本仏教会は、本来伏せとは、慈しみの心に基づいて行われる極めて宗教的な行為で、人々の苦しみや悲しみに寄り添い、人々と共に考え法を説くと位置づけ、伏せの額に関しては、 癖をする人が決めるべきものという立場を示した。ありがとうございます。